要は11月の大聖日ということで、10ヶ月の守りを感謝しております。すぐる10月でしたか、聖戦連合の50回目、創立50回目の記念の集会が東京で持たれました。全国の教会のメンバーたちがそこに集まって集会を持つことができ、感謝をしております。ここに使わされて51年目に入っておることをまた感謝をしております。昭和22年6月の22日、これは私の母親が心臓病で突然亡くなった日なんですけど、私小学生の1年生入学式で入ったばっかり、ほやほやの1年生、その6月22日の朝、台所の仕事をして突然倒れた。この出来事が私を今日の信仰者に導いてくださる一番大きな神様の技だったのかなといつも思っております。私の2人の兄と姉がいるんですが、2人が抱き合って泣いてた。ところが私は全然泣くっていう感情は起こらなかった。ポカンと見てて、小学校1年母親はその時寝てたんです。近所の旅館の母親のお母さんの実家なんですけど、庭に琵琶があって、その琵琶を取ってきたんです。私に食べさせようとしたんではないかと。琵琶がこの枕元に置いてあった。ところが私は今お話したように全然悲しいっていう気持ちなかった。母親が死んだというこの認識がなかった。兄と姉が抱き合って泣いてた。兄は3年生、姉は5年生、2つ違い。日本にキリスト教がイエス様の福音が伝えられてから何年になるでしょう。まあカソリックの人たちのフランシスコ・ザビエルたちは1549年だとこう言われてる。プロテスタントは大体明治、スタートとともにアメリカからあるいはイギリスから宣教師たちがやってきた。今日本のクリスチャンは、日曜日の朝礼拝を守っている人たちは何人いるんでしょうか。鈴木牧師のお友達の鈴木高見牧師さんによれば 1.何%だって話を初めて聞いて私も驚きました。そんなにいるのかなと。今まではずっと私ね、 1% もいかない、0.23% ぐらいじゃないかとこういうふうに教えられてきましたからね。分かんない、 実際ってこれ分かんない。パウロは使徒行伝のこの26章18節です。イエス様は私を暗闇から光に、人々を暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせるために私を選んで使わせてくださっている。イエス様を信ずる信仰によって神の国の相続人になるべく私を使わせておってくださる。
使徒行伝のこの26章の18節です。暗闇から光って、暗闇って何ですか？太陽が暗いわけじゃないの。真理がわからないの。神の救いがわからないの。罪の許しが与えられるっていうことがわからない。また罪というものが一体何なのかということもわからない。聖書を読むと、罪というのは律法に逆らうことですよ。ヨハネの第一の手紙の3章に出てきます。罪とは律法に逆らう、律法を破ることだ。律法って何ですかってことになる。律法も分かんないんですよ。律法の一番の中心、十戒ですね。モーセの十戒、私以外のものを、ね、拝んでは信じてはならない、偶像を作ってはいけない、それに仕えて、ね、拝んではいけない、作ってはいけない、仕えてはいけない、拝んではいけない。偶像、みだりに神の名を唱えてはいけない。これで3つ目、はい、安息日を、ね、守りなさい。4つ目、出エジプト記の19章に皆さん出ておりますから、時々やっぱり暗唱しないと忘れちゃいます。もうその実戒といえども、暗唱日と聖なる、覚えて聖なる人ですよ、はい、そして後半6つある。第一は父と母を敬え、これは人間に対することです。2番目、殺してはいけない、5つ6つ、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に対して偽りの証言、簡単に言えば嘘を言ってはいけない、隣人の家を、物を、人を、奴隷を、何を欲しがってはいけない、すなわちむさぼりの罪。これが、後半でしょう。むさぼり、偽り、盗み、姦淫、殺し、そして父は敬う、これが6つ、前半が4つ。律法の一番これ中心なんだ。律法を守りなさい、一言で言えばそれは何か、神を全身全霊で愛すること、そして己を愛するように隣人を愛すること、これが律法ですよ、掟ですよとイエス様は人々に教えました。そんなこと私たちの、はい、日本人 99.99% 知らないわけですよ。まあ、鈴木牧師は神道だの仏教だの仏教だの、その資格まで、職業の資格まで取られたそうです。教会来るまで実家知ってましたか？知ってた？知らないですよね。知らないって別に不思議ではないんです、教会に来て聖書を読んで知るわけです。神の言葉を知って知るわけです。暗闇から光、暗闇って何かというと、神の言葉が、御言葉の光が照っていないということを意味する。今日私も朝ね、チベック野球のね、試合があるからね、ちょっと激励に行ったわけですよ、朝早く。鈴木牧師のとこ行く前に。それ頑張れよーっつってね。気合い入れてきましたけどね。
彼らにはね、今はね、年に1回、あるいは卒業式の時に2回、イエス様の十字架を復活をお話しする。そうやって皆さんにね、決断させる。それ今までね、40年ずっとやってきた。途中まではね、毎週毎週それやってきましたけど、もうその少年たちも、今は社会人になっていますけど、どうなってるのかなと思うんです。今も祈って、実は祈ってる。最初の時からもう祈ってる。大沢君、大和田君とかね、木村義郎君とかね、その盛岡映画の、ね、息子とかね、祈ってる。大変なもの数なんです、その数、うん、はい、そしてここへ来て51年目を迎える。暗闇の中にいるんです。そして今予言で語らせていただいたり語られたように、うん、この教会が教会時代の終わりを終末というんです。終末、終わりの末、末、うん、神様は聖霊を、父なる神、子なる神、第三番の聖霊様を天から注いで人々に悔い改めを、うん、迫る。それでイエス様を信じるように導かれる。これは教会が行うし、クリスチャンが行うし、同時に聖霊様が強く強く激しく働く。それを雨に例える。春の雨とか、収穫の直前に降る春の雨、終わりの雨、秋、種まきの時には、はい、秋の雨、先の雨、ホーマーレイン、終わりの日はラタレインと、こういうの。種まきの時、種って何だ。神様の言葉です。2000年前福音がパウロたちによって、ペトロたちによって伝えられ始めて、今や2000年になろうとしている。イエス様が AD30 年に十字架にかかって天に帰られた瞬間復活して、ですから2019年から30年ですからね、あと11年か2年で2000年になろうと。種まき続け、そしてまた、ね、収穫もし続けているんですけれども、うん、大きな大きな先の雨は2000年のリバイバルのことを言ってる。教会が誕生した時のリバイバル、使徒行伝の2章の出来事を、それを言ってる。天から聖霊が火のような形で下ってきたんだ、うん、春の雨は何か、うん、はい、雨が降って、うん、そして蒔いた実が熟する。実っていうのは何か、人間の魂です。熟して、そして収穫する。もちろん悔い改めてイエス様を信じることがその中に入るわけです。去年はユキちゃん、マコちゃんたちはイスラエルに行った。今ヨシコ牧師が行ってる。ユキちゃんたちもイスラエル行って祈りのグループに加わった。外来役の洗礼式にも見たねえ、はい、外来役の湖の水路のところで洗礼式で、それを見た。ヨルダンが見た。この二人ね、聖書のね、イスラエルのね、国へ現地に行って福音の世界、イエス様のあの世界目で見た。それでそこでまたホテルに泊まったりした。二人はイエス様を信じましたと。神様を信じたわけ。悔い改めた。洗礼授けた。暗闇が光の中に入ってきた。日本の 99.9% がそれが知らない暗闇の中にまだいるのに、このちっこい二人は入ってる、ね、小さい二人
背丈がずんずんでかくなってきましたけど、鈴木牧師も数年前にね、光の中に入ってこられた。今日はもう賛美歌まで歌っちゃった。99.999% の残りの 0.0001% がユキちゃんであり、マグちゃんであり、鈴木牧師であり、そして私もつい、ね、60年前にこの中に入らせてもらったんで、母親の死によっておじいさん、特におばあさんの死を通して、ね、親戚のおじさんの死を通して、カラマーゾフの兄弟の、はい、その小説を読んで導かれてきた。今日いらっしゃる晴山兄弟、2、3年前に夢の中でイエス様に立っちゃいますよ。すごいでしょ。坂本牧師もイエス様じゃなくて父なる神様でしょ。あなたこっちは父なる神様、こっちはイエス様なの。夢の中で見たって、夢の中で私確かにね、最近ね、なんだか外人を見たことあるんで、珍しく外人の犬、イエス様じゃないんですよ。春山さん、夢の中で見たその経験ってあなたにとってどうなんですか。どれぐらいの重みがあるの。脳裏に焼き付いてますね。脳裏に焼き付いてます、うん、すごいね。そりゃそうでしょう。ところがね、晴山さんはクリスチャンになってから来るんだ。イスラム教徒たちが夢の中でまたイエス様を見るって言うんですもんね。そして回収することが起こっているっていうのは、最近はすごく神様はそういう方法、夢の中に現れて、あのイスラムから回収させる。ヒンズー教徒もそうかもしれませんけどね、仏教徒の中にイスラム現れて解消されたっていうのは話聞かないけどね、うん、はい。週末の今、リバイバル、大量の人々が悔い改めに一緒に立ち返る。韓国の世界一の教会の牧師さん、日本にね、リバイバル起こってね、1000万人が救われると、2000年までにもう19年過ぎちゃった、はい、数年前に亡くなったマリン・キャロダさん、アメリカの牧師伝道者、一人が100万人を救うようになるって、これはおそらくね、リバイバルの出来事だと思う。一人が100万人、どうして。もちろん祈りなの、感謝な、あの人のおっしゃるの。感謝と祈りを通してよ。ゆきのさん、一人が100万人を救われる。無力に100万人いませんよ。仙台ぐらいだよ、一人で救われちゃう。東京1000万人ぐらいだとするとね、うん、10人ぐらい救っちゃう。1億2000万の日本人は何人ぐらい救われるんですか。100人か200人か、そのぐらいで救われちゃう。マーリン・キャロダス、今年来たね、あのデイビッド・テイラーさん、そしてジョージ・スコットさん、去年ね、あと10年でね、日本人の9割は神様を信ずるようになるとこう言ったらしいんですよ。本当かいなとは思いませんけどね、そう言ったんだからね、そうなのかと思ってますけどね。私も祈ってますよ。彼ら言いましたよって、神様何とかそれしてくださいねと言ってますよ。その字を用いて、うん、アメリカにいるね、私もここに来たイレ・コロマさん、ご両親がね、ルーマニアの生まれな、病気になって奇跡的にね、牧師さんに祈ってもらって治ったの。そのご両親がね、日本に週末ね、大リバイバルが起こるということを予言したらしい。私はずっとこのね、
数年前からね、18万3600人ソロモンの神殿で働いてるこのね働き人の数、ソロモンが神殿を建てるとき18万3600人がね働いていたんですよ。山から石を切ってきたりね、レバノンの杉を、ね、運んだりね、いろんな運びいたわけで、それを私用いてね、盛岡に30万でしょ、30万の6割ぐらいということが起こると私も信じていますよということでね、それを用いさせていただく。見て伝道師はね、今日ねリバイバルをね告白するということはね、大変なね大変な出来事が起こるよ。悪魔がねものすごい攻撃してくるよ。一番困るのは悪魔だから、悪魔の終わりが近いわけだから、リバイバル、そしてイエス様がやってくるわけだから、イエス様に底知れぬところに投げ込まれちゃう、もう出られない、反キリストと偽予言者、悪魔はもうちょっとありますよ、あと1000年ぐらい、だけど1000年間穴に彼も閉じ込められる。さあそういう時に私たちは今生きてるんですよ。先週は後ろの無兄弟のお母様諏訪部姉妹が入院されたということを聞いて、私もねすっごい何かね出来事だなと思って、私と同い年、こんなに親しくね信仰について教会についてね語り合った同級生なんているもんじゃない。彼女も姉妹も毎週毎週日曜集会やってましたからね。それでリバイバルもちろん信じていた人ですからね。その人がね入院されたんじゃん。今朝の話だとだいぶ安定して落ち着いてこられたということを聞いて、私すっごく嬉しかったね。神様働いてんなと思った。ああ私のことばっかり彼女も心配してくれたけどね、ご自分もねそういう戦いの中に今いるのかなと思って。はい